次に武蔵坊弁慶ゆかりの地を巡ることにした五郎くん。まず向かったのが JR 紀田辺駅です。田辺駅の待合スペースには田辺市ゆかりの偉人を紹介するパネルが飾られています。もちろん田辺三偉人のことも載っていて、ここで五郎くんは弁慶の予習をします。続いて駅前の弁慶像と記念写真を撮ります。1971年に建てられたこの像は豪傑武蔵坊弁慶を高さ3メートル重さ2トンという圧倒的な大きさで表現しています。弁慶と記念写真を撮った五郎くん、次に田辺市役所近くにある弁慶ゆかりの地を訪ねます。田辺市役所駐車場近くにそびえ立つのが六代目弁慶松です。田辺では昔から弁慶が地元の英雄として親しまれてきていて、そんな田辺の人が植樹したとされるのが弁慶松です。今の六代目弁慶松は1975年に枯れた五代目弁慶松の種子から育てられたもので、弁慶のように力強い姿を見せています。そんな六代目弁慶松のそばにあるのが弁慶産湯の井戸です。弁慶の産湯の水を汲んだと伝えられる井戸は、かつて田辺第一小学校にありましたが、現在は六代目弁慶松近くにレプリカが作られています。田辺市役所内にも弁慶ゆかりの品々が展示されています。弁慶の七つ道具は弁慶が持っていたとされる筑棒、さすまた、内釜、熊手、のこぎり、大槌、まさかりの七つの道具のことで、平成元年から展示されています。また七つ道具の隣にある丸い木の輪は五代目弁慶松から作られたものです。田辺市役所を後にした五郎くん、すると田辺商工会議所の山田隆夫さんに出会い意気投合。弁慶のことを教えてもらうことになりました。五郎くん、弁慶祭りって知ってる？弁慶祭りは1987年に始まって、毎年10月の第1金曜日と土曜日に行われてるよ。中でも盛り上がるのは金曜日の夜に東慶神社で行われる演劇弁慶前室だよ。弁慶の生まれてるところから、ラノーラの合戦の出陣のところまで地元の人が演じるよ。次に開催するときはぜひ五郎くんも見てね。五郎くん、そしてこちらが弁慶をモチーフにした指から田辺だよ。またいろんなイベントに出ることがあるから、次に会ったときはよろしくね。こうして田辺とお友達になった五郎くんなのでした。続いて五郎くんが訪れたのが田辺第一小学校の近くにある八坂神社です。ここには弁慶が少年時代に座ったとされる弁慶の腰掛け石があります。石には大人が座れる大きさのくぼみがあり、昔は男の子が生まれると弁慶のような立派な子に育つようにとここに座らせたんだとか。五郎くんも座ってみます。次に訪れたのは東慶神社近くにある真言宗の寺院跡大福院です。東慶神社の修理など建物の管理を担ってきたお寺ですが、1585年の秀吉の奇襲攻めで大部分が焼失しました。境内には
弁慶誕生の地の碑もありますので、ぜひ立ち寄ってみてください。そして五郎くんが次にやってきたのが、2016年に世界遺産に登録された東慶神社です。東慶神社という社名は取り合わせの故事に由来します。弁慶の父とされる熊野別当丹蔵は、源氏と平氏の双方より熊野水軍の援軍を要請され、どちらに味方すべきか真意を確認するため、神社本殿の前で赤を兵士、白を源氏に見立てて紅白の鳥を戦わせました。するとことごとく源氏側、白の鳥が勝利したため、源氏に加勢することを決め、熊野水軍を出陣させたと伝わっています。そんな逸話が残る東慶神社の境内を長沢義明宮司に案内してもらいました。五郎君、これは取り合わせの神事の様子を描いた銅像です。この像の右側が熊野別当丹蔵で、左が弁慶です。壇の浦の合戦の際、丹蔵に援軍を求めるため源氏側の使者として訪れたのが弁慶だったとされています。五郎君、東慶神社の境内には弁慶を祀る神社もあるんですよ。弁慶をお祭りする弁慶社に案内された五郎君、長沢宮司と一緒にお参りします。五郎君、東慶神社には弁慶ゆかりの品もあるんですよ。これが弁慶が生まれた時に産湯を沸かしたと言われる弁慶産湯の釜、そして弁慶のお父さんと言われている丹蔵が使ったと言われている鉄烏帽子、それと鉄でできた扇、鉄線です。でここにある笛がね、義経公が使ったとされる義経奉納の横笛です。長沢宮司と東慶神社を散策した五郎くん、東慶神社と弁慶の深い関わりについて学んだようです。